お隣の方どうぞ。はい、エポックタイムズ大企業記者大文良と申します。実際河野様は、防衛大臣のご経験もお持ちかと存じますけれども、その対外的に拡張主義を続ける中国共産党、対内的には、ウイグル人、チベット人、あと法輪功学習者等にですね、人権弾圧をしておりますけれども、今欧米諸国が厳しい、制裁措置を含むそういった厳しい態度で臨んでおりますけれども、実際河野大臣は当選されましたら、なんかどういった対応をするお考えでしょうか。一方的な現状変更をと一方的な現状変更の試みに対してはやはり国際社会で一致して、それに対して、反対をしていく、あるいはそういう試みに対してはそれなりのコストが伴うということをはっきりさせていかなければならないというふうに思っております。民主主義、人権、自由、法の支配、こうした共通の価値観を